はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会の時間がやってまいりました。もうラストの日、日本でのラストの日をね、このね、魔法を信じる会で語りたいんですけど、もう明日になるとね、これを収録してるんですよ、明日になると私はもうロサンゼルスに帰っちゃうんです。もうだからね、そういう意味では最後の最後っていう形ですね。はい、足に今ね、あ、そうか、コンビニ弁当で買った時のセロテープがくっついちゃった。やだー、まあいいや、そんなこといいですよ。でね、本日話したいことは、実はマジックバークエスチョンってとこ行ってきたんですよ。でね、僕はほら、日本のマジックバーとか日本のマジックカーにきついじゃないですか。でも褒めることもちょっとあったんで、いくつかちょっとご紹介したいと思います。僕はマジックバークエスチョンにお金一銭ももらってませんよ。でもね、良いものは良いと言ったりしたいので行ってみましょう。まあ、やっぱり今年はもうね、なんといっても最高の、メキシコのコンベンションがある年なんで、皆さんにね、その話も少し、出しながら行ってみたいと思います。さあ、それでは行きましょう。魔法を信じる会です。でですね、バンコクでスプーン曲げやって、なんかいろいろ大事が終わってね、次は羽田に来ました。で、羽田で、マジックバークエスチョン、本当は、僕の恩師である清水和正さんと一緒に行こうという話だったんですけど、残念ながらインフルエンザになっちゃいましてね、気の毒です。もうそれで一人行った。ただネットで声をかけてたら、大阪さんとか、その大阪さんの友達や、あとは築地さんですね、それとか土屋君っていうね、もう10年ぐらい前にマジックやってて、司法試験を受けて受かった子、その子と友達がやってきてくれて、4人とあとお店の人たちと楽しくやりました。で、お店の方にもね、僕が来るってことをね、気付けてマニアの方が来てくれたりなんかしたんで、なんか本当に楽しい思い出でしたね。でね、僕ね、人のマジック見るの嫌いなんですよ。っていうのは、下手なとこが目立っちゃうまあね、それで、まあ誰のとは言わないんですけど、今回はね、最初から見る気はなかったんだけど、まあ嫌でも見なきゃいけないし、決めたんじゃないですか。それで驚いたことがあった、その話をしたいと思います。ちなみにクエスチョンね、驚いたことは、マジックパークっぽくないんです。スナックっぽいっていうか、どっちかっていうと、なんだろうね、カラオケなんかもあってね、それで、ね、ご飯がうまくて驚いた。それもね、何品も何品も出てきて、白いご飯もね、炊きたての美味しいご飯で、ほんと卵とじとかね、もうその豚の卵とじとか、あとそれ以外もね、おでんもあるし、何もあるし。だから、行くときは食べない方がいいです。食べて行かない方がいいと思います。非常にいい思い出をしましたね。で、マジックです。はい。小梅ちゃんという魔女がいました。僕ね、小梅ちゃんというのは一回、上口竜星君がね、森内俊之、将棋の名人、その当時ね、と、要するに会うときに、そうですね、お食事会かな、なんかの時に一緒に来たことの記憶があります。で、ちょこっとしか話したことなかったんだけど、マジック見るの初めて。でね、ネットではちょっと気になったんです。ご自身が要するにね、動画を撮ってアップしてたのに、結構スキルなものを入れたんですね。で、僕はスキルが大事とかそんなことじゃない、スキルは最低限の礼儀ね、お客様に見せるための最低限の礼儀だと思うので、スキルを、スキルなんかいらないよって人たちは正直言ってあんまり好きじゃないんですよ。変な話ね嫌いとかそういうものはね、それ違いすぎるなっていう感じがしちゃうのね。で、いろんな意見はあるでしょうけど、私はそうですし、私が教える人間たちはそのスキルを持って成功してるから、これは間違ってないと思いますね。で、スキルを持ってないで成功してるって僕は会ったことないんで、やっぱりスキルなしっていうのはね、なんかそう言い訳になるだろう。で、小梅ちゃんがね、演技をしてくれたんでびっくりしました。ちゃんとクローズアップができた。もちろんね、直してあげたいことはたくさんありますよ。でも独学にしても誰かに習ったにしても、すごく正確にちゃんとテクニックを駆使してるんですよね。で、あれを見た時は、あ、やってんだなと思った。だから正しい誰かね、教える人がいてくれたら本当にうまくなるなと思いました。で、石田さんかな、クエスチョンのオーナーはやっぱりね、マジック見せるのに慣れてて、そうだな、名古屋のね、なんだっけな、モメントスじゃなくて、なんだろう、まあとにかく似た年配のね、マーシャンの、技術をもう少し上手にした感じなんで、すごく好感を持ちました。ただその技術どうのこうのっていう話をすると、やっぱりね、僕の考え方っていうのはね、要するにもう極端に技術派の考え方なんですよ。だから、まあそこに関してはね、いろいろご意見もありましょうがという方です。ただ小梅ちゃんはうまかったです。でね、女性マジシャン、これ女性将棋者もそうなんだけど、将棋者とマジシャンが比べます。女性マジシャンってとりあえず食えちゃうじゃないですかね、できれば。で、ちょっと覚えて可愛らしい格好してちょっとセクシーにすればマジックバー出れちゃう。だからそれが成功しない理由の第一、で、すぐクローズアップってなってステージに行きたがる、これも悪いことですね。要するにクローズアップってのに全ての基礎があって、クローズアップから出れないとステージのダンサーがないです。でないとただのダンサーだから
これ大事よ、ね、俺の友達でそういう方もいるけど、やっぱりねどんどんね変わってほしいのはそこです。そうじゃないとお友達と付き合ってもマジシャンとの関係としては付き合いではない、まずね、うん、それでまあとにかくまあいろんなマジシャンたちいますよね。だけど将棋指しもそうで、女流っていう将棋のねそういうグループ集団があって、そこに入れればプロになっちゃうから、男とやると通用しないんです。もう勝ち負けだからね。一人さとみさんっていうのが今どうなんだろう、プロの四段になれるかどうかのギリギリで、それでも難しくて苦労してんじゃないかなって言われるんですけど、結局やっぱりプロになるってそれほど大変なんですよね。将棋の世界が鏡だと思います。まだ女流からプロになった女流、プロ、将棋指しは一人もいないんです、歴史上ね。マジシャンとしてもね、僕思うんだけど、クローズアップで本当に通用した子ってね数少ないでしょ。だから今のミスティ・ミューちゃんなんかは本当にクローズアップバリバリですから、ステージもできますけどね、そういう意味ではすごいなと思います。もう彼女もね言っちゃいけない年齢になってますけど、で過去には教えた子の中で小林恵子とか神谷陽子いました。でやっぱりただね最終的に続かないんですよね。だからやっぱりその厳しい練習続かない中続けてるのが大変と。だから教えた子の中でやっぱりシュートがやっぱり飛び抜けてるっていうのはよく練習したんですよ、この厳しい練習にね。それでも自分の演技でも嫌なところがあるんですよ。僕の演技でもね、シュートの演技は全く嫌なところいっぱいあります。それでもあれだけできるんですよね。そんな中で修正していこうって気持ちがあればいいです。だから日本の、まあ、変なマジシャンに、いやこういう問題を見たらね、何にも分かんないの言ってるようなね、そういう下手くそなマジシャンがいっぱいいます。それは先生面してるけど、勝手に面してくればいいんだけど、本当にいいマジシャン座ってるんだったらそれじゃダメですね。どのぐらいできるのね、マジックが。シュートですら教える下手なんだよ。それなのに日本にそれより教えるの上手い人がたった一人もいるわけないじゃないですか。たった一人もね。だからそれをよく自覚した上で、それを皆さんもちろん男性マジシャン自身もスキルを上げていくということね。アメリカのマジキャスはみんなスキルあるじゃないですか、やっぱり一流は。でもスキルのないやつは一流になれないし、キャスの出演もできない、うん、そこを考えてほしいんですよね。だから僕はスキルの本当にある人だったらメキシコの大会に参加するべきだなと思ってるんです。コンテストでも何でも、要するに評価してくれるから。フィズムは評価しないでしょね。田代さんにもちょっと言ったんだけど、お金で、お金払わないと入賞できないようなその体質のね大会はやっぱり僕らは奨励できないんですよ。日本のフィズム誘致したいけど、やっぱりそうすると日本は独自で正々堂々とやるようなことをしたいですね。特にヨーロッパのそのシステムがいて、みんな例えばドミニコ・ダンテとかイギリスのねやつオーガナイザーなんてのはもうすごく尊大で、俺が決めるんだ優勝者はとね、反旗翻したこともありました。だからまあいろんなことも含めてね、やっぱり上手くなるためのことをするのに練習努力は大事です。まあ今小梅ちゃんの話をしましたけど、みんなそういうところにできるんですよ。だけどはっきり言って日本のそうだな、誰に習ってんのって言いたいですね。皆さんが言ってくるのをちゃんと僕ここで言っちゃうとまたね変な失礼なことになっちゃうからいいけど、個人的だったらみんなボロクソに言ってあげます。はい、本当です。やっぱりそうだな、いないな。ステージだったらケンさんっていうのはいるけどね、やっぱり評価できる人、あとはね教えられる人ってね、シュートも含めていないですね。小林恵子じゃ全然ダメ、もうはっきり言っとくけど、やっぱり一流のものを作るためにはどうしたらいいかってことですね。はい、教えるのは手で直接教えるんじゃないんですよ。やっぱり間接的に教えたり、技術的なものは誰かを使って教えたり。だからケンさんなんかは例えばクローズアップだったら自分はできないからっていうんで、第三者の人間を別方で立ったりとかする。その企業はでかいね。ケンさん最近会ってないけど、僕はそう評価したいと思います。さあ、それ以外にもね本当はねいっぱいあるんだけど、日本人の男性で僕は古川君かな、彼がメキシコ行けばいいと思ってます。でコンテストとゲスト同時対応です。彼は技術があります。だからあとは問題は華やかさをどうするかってことで、彼は確実に超一流のプロ以上のものができるんで、そこら辺のアイデアはね、彼はどっちかというと苦手な方だと。ただ技術的なものはマンモスファンまでのね持ってるプロデュースは素晴らしいし、やっぱりああいう人たちがやっぱり世界で活躍してほしいなと思うのもいます。他にもいっぱいいます、来てほしい人ね。仙台のね渡辺君、これ僕は促してるんですけど、ぜひ独自の技、もう島田春夫さんじゃない技はね、ああいうのが好きです。僕はもうごめんね島田さん、はいみたいなもんです。さあ、そういうことでメキシコのコンベンションもね、ゲストをどんどん呼んでくれ と、ビルも呼んでくれとかいろいろ言われたんで、私は日本からアメリカに戻ったらメキシコとの交渉もあります。で皆さんと一緒にメキシコ行きましょうよ、ね、で帰りにキャッスルで遊びましょう。うん、はっきり言ってフィズムに、まあ、行くのは、まあ、今度、まあ、それ近いからいいけど、遠いところのフィズム行くなんて僕にとってバカらしいと思いますので、フィズムボロクソ問題になっちゃいますけどね、皆さんで楽しく、メキシコで、そしてアメリカで一緒に遊びましょう。もちろんマジックたくさん教えてあります。
はい、私のクローズアップの真髄を教えられます。ステージもです、ね、何でもいいですよ。小川修斗がやったことは全部僕が教えられますので、お願いしたいと思います。それではまた来週、今度はアメリカからです。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。